ノクト、頼みがあるんだけどさ、明日の朝ちょっと付き合ってくれない？この通り。しょうがねえな。ありがとう、おにぎりよ。そうと決まれば今日も寝ましょう。 行くってどこ行くんだよ。実は撮りたい写真があるんだけどさ。ああ、俺の超尊敬するメカニック。ああ、誰？シドニーに関係するものの写真を収めたい。は？いや、あの、違うよ、ストーカーとかじゃないよ。俺純粋にシドニーをリスペクトしてて。ああ、まずはハンマーヘッドが見えるところまで行って、 シドニーを育んでくれたハンマーヘッドに向かって、まず一礼を。と、しかもなんでハンマーヘッド？本人に言って取った方が早いだろう。こんなこと本人に言えるわけないでしょうが。てか、なんでこんな早朝からわけわかんねえこと。シドニーを育んでくれた土地、もはや聖地だね。<笑>そこに感謝をしないことには始まらないでしょう。 ああ、もう好きにしてくれ。ここでいいんだな。思う存分取れよ。サンキュー。よし、じゃあまず敬意を表して、シドニーを育んでくれたハンマーヘッドよ、ありがとう。王子？シドニー！なんでこんなとこに？私、 たまに朝早くに散歩して気分転換するんだ。ここ眺めもいいしね。私のお気に入り。君たちは何しに？へっ、あの、プロンプトに耳打ちしてやるか。俺も散歩できたんだ。へえ、いつもこんなに朝早いんだ。 まあね、俺写真好きでさ、いろんなとこ散歩してよく撮影とかしてるんだよね。ナイスプランプト。慣れてきたな。へえ、写真か。今日は何を撮りに来たの？ここから見えるハンマーヘッドの景色が撮りたくて。なるほど、朝日を浴びたハンマーヘッドか。 綺麗だろうね。あ、そろそろ戻らないと。じいじがうるさいからね。そうだ、今度その写真見せてよ。ああ、うん、もちろん。じゃあまたいつでもうちに寄っていってね。シドニーってほんと尊いよね。よくわかんないけど、よかったな。
よっしゃ、目標達成。俺のおかげな。そうそう、ノクトのおかげ。